エゾノタチツボスミレは、スミレかスミレ属に分類される多年草の一種。別名、犬スミレ。有形の種。地下茎は飛行して木化し、横に走る。茎は直立し、高さ20から40センチメートル。普通数本が創生し、分子する。根室葉は花時には枯れていることが多い。茎につく葉の葉心は、人円形。 心形から強心型になり、長さ1から5.5センチメートル、先は A 頭から A 戦闘、基部は心形から朝心型、円には波状の巨子がある。両面ともに戦力色で無毛、またはほの毛がある。傭兵は長さ1.5から6センチメートルになる。卓洋は非心型から楕円型で、大きく長さ1.5から2.5センチメートルになり、 福の市場に深く切れ込む。夏季は4月下旬マイナス6月。溶液から長さ5から10センチメートルになる花柄を出し、白色、または青紫色の直径1.5から2センチメートルの花をつける。花弁は長さ8から13ミリメートルになり、上弁は強く反り返り、側弁の基部には毛が多い。額編は緑色で、恐皮芯型になり、 先は鋭く尖り、付属体は、やや大きく、毛があるものが多い。虚は短く、長さは2から3ミリメートルになり、裏側に中心に貼り合わせたような筋がある。下中は筒形で、下中の上部は先に向かって、次第に太くなり、下中の先端から、中東の背部にかけて、突起毛がある。この突起毛を持つ種は、日本産のスミレ属では、本種と、 アイヌたちつぼすみれだけであり、他種との区別点となる。中国東北部、朝鮮半島、ウスリー、サハリン、南千島から日本にかけての温帯に広く分布する。日本では北海道と本州に分布する。滋賀県の伊吹山が南西原と見られていたが、岡山県の黒岩高原でも発見された。やや寒冷な場所に多く、北海道ではほぼ全域に分布し、 本州を南下するにつれて内陸部の高地に限られて来る。山地の落葉紅葉樹林の明るい臨床役地に生育する。和名、江戸の立つぼすみれは、江戸の立つぼすみれの意で、北海道に多いことに由来する。種小名悪みなあたは、ええとがりの先が次第にとがるの意味。ありがとうございます。